ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのリカです。日本ははっきりとした四季があり、四季折々の美しい光景を楽しめることができる国です。その反面、その季節特有の自然の脅威にさらされることも多くあり、冬になると雪下ろしなど除雪作業は過酷なだけではなく危険が伴い、毎年冬になると除雪作業中などの事故に関するニュースを耳にします。そうした自然の脅威と共存してきたのが日本人。ただ大量の雪に苦しむだけではなく、雪国ならではの生活の知恵を生み出し、雪国特有の文化を形成してきました。雪国に暮らす人は日頃から大雪に備えながら共存し、たくましく生活しているのです。そんな日本で雪がたくさん降るイメージがある地域は？と聞かれたとき、どこを思い浮かべますか？一番多くの方が最初に思い浮かべるのが北海道なのではないかと思います。広大な大地に真っ白な雪景色が広がる姿はとても美しく、よくテレビや映画などでも見かけることも多い光景ですよね。しかし日本で雪が多く降る地域は北海道だけではないんです。実は本州の日本海側にも雪が多く降る地域があります。日本海側の地域はただ単に雪が多く降るということではなく、世界で最も雪が降るエリアと言われる豪雪地帯となっているんです。そんな中、今外国の方から注目をされている日本のある地域があります。それは立山黒部アルペンルートです。現実とは思えないような壮大な雪の壁に多くの外国人が驚き感動しているそうです。そんな立山黒部アルペンルートの雪の大谷について今回はご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。日本海側の豪雪地帯にある観光スポットの光景が世界で話題を呼んでいます。それは立山黒部アルペンルートにある巨大な雪の壁です。立山黒部アルペンルートは富山県と長野県の間を通る標高3000メートル級の峰々が連なる北アルプスを貫く世界有数の山岳観光ルートとなっています。総延長 37.2km で、最大高低差は1975メートルとなり、そのほぼ全域が中部山岳国立公園の中にあります。富山県側にある立山町立山駅から長野県側の大町市大木沢駅まで乗り物を乗り継いで、いくつもの景勝地を通って雄大な大自然を存分に味わえるのが魅力です。同じ敷地内には放水で有名な黒部ダムもあります。そんな自然が多い観光スポットなのですが、中でも雪の壁は壮大な自然から作られた美しい景色となっており、とても人気となっています。その巨大な壁の写真や映像が外国人観光客を通して SNS や YouTube で紹介されるようになり、海外でたびたび話題となっているのです。立山は世界有数の豪雪地帯なのですが、ロープウェイや高原バス、トンネルバス、ケーブルカーなどの複数の交通機関があるため、人気の観光ルートとなっており、日本人外国人問わず観光客に大人気のスポットです。今回海外で話題になっているのは、広大な立山黒部アルペンルートの中でも特に人気が高い高原バスで通過する雪の大谷と呼ばれているコースです。ここは高さおよそ20メートルにも及ぶ雪の壁が500メートルほど続いています。この雪の壁は圧巻で、雪を知らない南国の人はもちろんのこと、北国出身の外国の方ですら驚くそうです。道路の両脇にはバスの高さを簡単に超えるほどの雪の壁があり、道路脇には歩行者用の道が作られているのですが、そこを歩く人たちが
まるでミニチュア人形のように見えるほどの高い壁が立っています。では一体なぜこのような巨大な雪の壁を作ることができたのでしょうか。まずこれだけの壁を作るには大量の雪が必要となります。前述した通り、日本は世界でも有数の雪国。世界の気候に関する情報を発信するアメリカの民間総合気象サービス会社アキュウェザーが調査した人口10万人以上の都市での年間降雪量ランキングでも、1位は青森市でおよそ 7.92 メートル、2位は札幌市でおよそ 4.85 メートル、3位は富山市でおよそ 3.63 メートル、4位はカナダのセントジョーンズでおよそ 3.32 メートル、5位は同率でアメリカのシラキュースとカナダのケベックシティでおよそ 3.14 メートルとなっており、なんとトップ3を日本の都市が独占しているんです。この結果には驚きますよね。もちろん世界にはトップ3の地域以上に雪が降っている地域はあるのですが、今回のアキュウェザーの調査は人が多く暮らす地域においての降雪量のランキングになっています。このようなデータから日本が世界有数の豪雪地域であることと、北海道以外の都市も豪雪地域となっているところが存在していることがお分かりいただけたと思います。そもそもなぜこんなに雪が大量に降るのかというと、シベリアからの湿った冷たい空気が日本アルプスの高い山脈に当たることで、その手前にある日本海側の北陸地方に雪が集中して降ってくるからなんですね。そのため本州の日本海側では北海道より積雪量が多くなっているんです。そして特に立山のあたりは地形的に雪の吹き溜まりとなっているため、雪が積もりやすい環境となっているんです。しかし大量の雪があってもこの巨大な壁を作ることは難しく、そこには日本の独特な雪質も関係してくるのです。日本の雪は水分を多く含んでいる雪で、特に立山黒部アルペンルート付近の雪は通常の2倍の水分を含んでいます。そのため雪自体に重みがあるので、頑丈な壁を作ることができるのです。海外の雪は軽いサラサラの雪なので、このように硬くなって壁になることはなく、観光に来た外国人にとってこの雪の壁は信じられない光景に見えるそうです。次にどうやってこの巨大な雪の壁を作っているのか、その作り方をご紹介したいと思います。例年4月の黒部アルペンルートの全線開通に向けて、まずは除雪作業が行われます。除雪期間は厳冬期の1月の終わりから4月中旬にかけてのおよそ3ヶ月で、19台の除雪機械を使用し作られていきます。作業は開通に向けてしっかり間に合うように計画されており、急な天候の変化があっても安全に対応できるよう、気象予想専門会社からの最新の情報をもとに進められているそうです。まず道路は冬の間に積もった厚い雪に覆われて隠れているので、事前に登録してある道路のセンターラインを GPS システムがついている専用のブルドーザーでセンターラインに沿って道筋をつけていきます。その後大型ブルドーザー2台を並走させながら、雪面をカンナでそぎ取るように掘っていきます。この作業を何度も何度も繰り返し行い、雪を削り取っていき、長い時間をかけてようやく道路にたどり着きます。こういった方法を取ることで、雪の大谷は自然に降り積もっている雪の高さをそのまま利用しながら作れるそうです。この作業で除雪される雪の量はなんと東京ドーム1個分にもなるそうですよ。ものすごい量の雪を除雪していることがわかりますね。ちなみに GPS が普及する前は、最初の道筋を作っていく工程は全て手作業で行っており、測量して目印をつけていたそうです。どれほど大変な作業だったか、想像しただけで気が遠くなってしまいますね。
19台もの重機を使用しても、雪の大谷の区間だけで除雪に1週間から10日間ほどかかるそうで、作業の大変さがうかがえます。しかし作業はこれで終わりではないのです。一度除雪が完了した区間であっても、冬場だとまた雪が降ってきてしまいます。その雪は一晩で1メートルから2メートルもの雪が積もることがあるそうです。そのため4月の全線開通日まではもちろんのこと、5月に入って少し暖かくなってからも除雪作業は続けられています。しかしながら作り上げるには長年の経験から調整しながらの作業が必要となるため、オペレーターの中でも特に熟練した職人が作業を担当しているといいます。この美しい雪の壁は、そんな職人の経験と優れた技量によって作り上げられているのですね。それではここで、この巨大な美しい壁を見た海外の方の声をご紹介したいと思います。これはすごい。 CG とかじゃないよね。こんな光景ありえないよ。日本にはこんな風景が普通にあるの？びっくりだ。私はカナダ出身だけど、こんなに大量の雪は見たことないよ。本当にこんなに雪が降っているの？こんな高さの雪の壁を作るのはかなり大変なんだろうね。巨大な除雪ロボとか使うのかな？作っている過程も見てみたい。この壁は崩れたりしないの？崩れたら大惨事になってしまいそうだよね。僕の国の政治家がこんな光景を目にしたらパニックになるよ。ちょっと積もっただけで積雪があって大騒ぎしてたけど、これ見たら僕の国の積雪なんて笑われちゃうレベルだったよ。こんな素敵な光景を見せてくれるなんてありがたいね。本当に日本はすごい。日本に行く機会があれば行ってみたい場所になったよ。こんな技術的偉業の達成はきっと日本人だからできたことなんだろうね。あれ、日本って北極だっけ？15メートルにもなる量の雪をどうやったらあんな綺麗に除雪できるんだ？発想がすごいよね。実際に行ったことあるんだけど、本当にすごかった。みんなも実物を見たら間違いなく感動するよ。日本にこれほど大量の雪が降ることに対して、海外の人たちからは驚きの声が見受けられますが、それ以上に美しく作られた雪の壁に多くの外国人が感動し、興奮している様子が見られます。きっと高さ15メートルを超える雪の壁は、自然の壮大さと美しさを感じさせてくれるのでしょう。日本の古くから伝わってきた技術に感動してもらえるのはとても光栄なことですよね。またこのように毎年雪の壁が見られて、海外からも称賛されるほどの美しさの裏には、日本の職人たちの努力があることを忘れてはいけませんね。海外の方からの反応には、雪の壁の作り方と一緒に雪の壁が崩れてしまわないかという心配の声がいくつか上がっていました。確かにあれほどの高さの雪が崩れてきたら大惨事になってしまいますよね。でも大丈夫なんです。立山黒部アルペンルートの絶壁の重さは1立方メートルあたり500キログラムほどあります。地表付近の雪はなんと 9.5 トンもの重さがあるそうです。この重さがあることで、雪は氷のように固くなり押し固められているので、崩れてしまうようなことはないのだといいます。先ほども述べたように、水分を多く含んでいる雪質だからこそ出来上がった壁というわけですね。なお雪の壁は夏が近づくにつれて、徐々に太陽の熱などによって表面から少しずつ溶け始めていくそうです。壁は徐々に小さくなっていき、夏を迎える頃には立山黒部アルペンルートは雪解け水を集め、黒部ダムの観光放水の時期へと移り変わっていきます。
そしてまたその水は豊かな自然を守ったり、農業や水産業を育むことに利用されていきます。こういった過酷な環境の中でも雪が多く降るというその特徴を生かし、札幌雪まつりなど人を楽しませてくれようとする日本のおもてなしの心は素晴らしいですね。実際に雪の壁を見に行かれた方によると、4月に開通されてすぐの雪の壁は最も綺麗な状態となっており、おすすめだそうです。雪の照り返しがあるため、サングラスをかけたり日焼け止めクリームも必要とのことでしたので、雪の壁を見に行かれる際は十分お気をつけください。そして自然の美しさと雄大さを存分に満喫してください。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。